ヨメコさん、こんにちは。ランチ会決まったわよ。静香さん、こんにちは。どこになったんですか？今回はね、焼肉シュラレンよ。え？へえ！確かですけど、そこってすごく高級なお店ですよね。そうね、都内からセレブたちも来るほど人気のお店なの。そこの個室で最上級のコースを予約するわ。へえ！こんにちは、私の名前はヨメコ。商店街の八百屋に嫁いだ平凡な主婦です。私は施設育ちなので結婚に対して不安がありました。しかしこんな私を温かく受け入れてくれた義実家、特に実の娘のように可愛がってくれる義母に出会えて、毎日とても幸せに過ごしています。私はまだ子供には恵まれていません。しかし同年代のママさんたちとは交流することもあります。ランチ会のことは以前から話に出ていて、とても楽しみにしていました。でもちょっと困りました。まさかそんな高級なお店でやるなんて思っていなかったんです。ヨメコさん、ごめんね。あれ、めぐみさん、どうしたんですか？ランチ会のことよ。ほら、静香さんが幹事の。ああ、でもなんでめぐみさんが謝ってるんですか？場所がシュラ園になったでしょ。しかも会費はお店側に確認してまた連絡するってそう言われたんだけど、あんな高いお店になるなんてね。そりゃ静香さんはいいわよ。あんな高級住宅街の中でも一番目立つ家に住んでるんだもの。でもね、みんなそんな家の人ばかりじゃないのよ。私ちゃんと言ったんだけど、私の説明が足りなかったんだわ。そんな、めぐみさんが悪いわけじゃないですから。それにきっと静香さんも何か考えがあるんじゃないですかね。だといいんだけど。ほら、ヨメコさんは今回が初めてよね。はい、初めて参加させていただきます。静香さん、以前からちょっと嫌がらせがひどくてね。嫌がらせですか？ほら、あまりこういうこと言いたくないんだけど、ママ友付き合いだとだいたい家庭の収入って似てくるのよ。裕福なママさんは裕福なママさんとって感じですか？そうそう、だいたいそうなることが多いんだけど、静香さんって一般家庭とか貧乏な人にも声かけるのよ。で、高級なお店に連れて行ったりするの。多分マウント取りたいんだと思うんだけど。ああ、確かにめぐみさんや静香さんは裕福ですよね。うちはそんなことないわ。ただのタワマンだもの。とっても大きなタワマンの高層階ですよね。静香さんの家に比べたらうちなんてゴミみたいなものよ。やっぱり安いタワマンとゴリゴリの豪邸じゃ違うわ。ほう。あ、ごめんなさい、話がそれちゃったわ。とにかく静香さんには気をつけてね。生活の差っていうものを考えないんだから。ヨメコさんのことも下に見て嫌がらせしてくるかも。ヨメコさんみたいな商店街のお嫁さんたちも誘ってるし。わかりました。なるほど、確かに生活の差っていうのはありますよね。静香さんの旦那さんは私でも知っているような会社の社長さん。それぞれのご実家も大きな会社を経営しています。本当に私とは違う世界に住んでいる人、いろいろ考えさせられますね。それにしてもランチ会どうしましょう。2000円のランチ会でも手が震えるのに、もし数万円なんてなったら。でも昼からシャンパンとかを飲む方々かもしれません。どうしましょう。でも心配する必要は一切ありませんでした。ランチ会当日。ヨメコさん、こんにちは。待ち合わせ場所に来てないけど大丈夫？やっぱり高級焼肉のランチはヨメコさんにはきつかったかしら。めぐみさん、こんにちは。まあ、八百屋の嫁には高級焼肉のランチ代なんて払えないわよね。本当に意地悪だわ。ねえ、私が立て替えてあげようか？意地悪なのはあなたです。え？めぐみさん、どうしてこんなことするんですか？ちょっと何よ、ヨメコさん。人聞きの悪いこと言わないでくれる？私、静香さんから聞いたんです。何を？シュラ園を進めたのはめぐみさんだって。私が個室の特上コースに憧れてるって言ったんですってね。それも、私は貧乏で一生行けないから、裕福な人たちとのランチ会なら割り勘でなんとか行けるかも、そう言ってたって。やだ、何言ってるのよ、ヨメコさんたら。
静香さんが教えてくれました。ヨメコさん、あなた静香さんのこと信じるの？だって主婦のランチ会に修羅園を選ぶような人よ。静香さん、わざわざ我が家に確認に来てくれたんです。確認？私が希望している最上級のコースは先月内容が変わった、それでも大丈夫かってニコニコしながら言われてびっくりしたんです。それで聞いたらめぐみさんが言ってたって。何よ、あんたそんなことで私を疑うの？私も最初よくわからなくて、本当にめぐみさんが言ったんですかって聞いたら動画を見せてくれました。動画？はい、めぐみさん静香さんの家に行った時私の話をしたんですよね。私が修羅園でのランチを望んでいるって。いや、だからそれは、静香さんのお家玄関に防犯カメラがあって常に音付きで録画されているらしいですよ。静香さん笑顔で見せてくれましたね。めぐみさん、よめこさんの希望を叶えようとしているのよ、優しい人よねって。あ、何よ、結局私が悪者なのね。何よ、金持ちだからって、何よ。あ、めぐみさん落ち着いてください。一体どうしてこんなことするんですか？私、めぐみさんに何か嫌なことをしてしまいましたか？違うのよ。今まで私の入っていたママ友グループは平和だったの。みんなタワマンとか低層でも高級なマンションに住んでいて、生活のレベルも趣味も合っていて。でも静香さんが来るようになってから変わったのよ。変わった？そう、みんな大体同じレベルだから争いもなかったのに、静香さんと競うようにマウント取るようになって。あの、でもそれ静香さんは悪くないですよね。そうよ、悪くないの。悪くない顔してきらびやかな生活を見せつけてくるのよ。見せつけてくる？ヨメコさんだって見たでしょ、あの花柄のワンピース、すっごく高そうなやつ、きっとブランドの限定品よ。あれを見て周りのママたちはこぞってワンピースを買ったわ。あのチューリップ柄のやつですよね。そうよ。あのあれ、私と一緒に作ったやつですよ。は？ブランドの限定品でも何でもないです。生地はメーカーのいいものなので、それなりにお値段かかりますけど、ワンピースの他に小物もいろいろ作って2万円もいかないと思います。生地って結構お高いんですよね。やだ、ヨメコさん、何言ってるの？めぐみさんこそ何言ってるんですか？なんで決めつけているんです？いや、だって静香さんよ。静香さん、うちの八百屋にもよく買い物に来てくれますよ。八百屋？静香さんが？はい、お客様に送る果物をいつも発注してくれるんです。日々の食卓に使う野菜や果物もうちで買っていかれますよ。何よそれ、しかも服が手作り。ほら、お金持ちの奥様ってサロンに通う方多いじゃないですか。お料理とかハンドメイドとかやるんですって。で、そこで物作りにハマってほとんどが手作りらしいですよ。じゃあ、あのショルダーバッグは？革の。あれも素敵ですよね。静香さんが革細工の教室で作ったらしいですよ。何よそれ。なんなのよ。もともとめぐみさんたちの集まりって、マウント好きな方々が多かったみたいです。それが奇跡的なバランスでうまくいっていたけど、そこにすごくお金持ちな静香さんが登場したことで、皆さんの闘争心に火がついてしまったのでしょうか。私は完全に巻き込まれてしまいましたね。結局ランチ会にめぐみさんは来ませんでした。ちなみに修羅園のランチ会ですが、なんと費用は無料。静香さんご夫婦が株主なのですが、株主優待のお食事券を大量に持っていたんです。それで私たちにご馳走してくれました。いや、もう本当に美味しかったです。でも静香さんはどこか浮かない顔をしていました。ごめんね、嫁子さん巻き込んじゃってさ。いえ、とんでもない。それよりも焼肉すごく美味しかったです。本当に夢みたいで美味しかったです。それはよかったわ。株主優待いろいろ届くけど使い切れないのよね。こちらとしては大変ありがたいです。嫁子さんみたいに受け止めてもらえると助かるわ。でもきっとこういうのをよく思わない人もいるのよね。ちょっと反省だわ。あの、静香さんは怒らないんですか？怒る？何を？
めぐみさんは静香さんを悪者にしようとしていました。私や他の方に静香さんが悪いってそう言っていたんですよ。そうね。私がそうさせちゃったのね。私空気読めないのよ、本当に。最近なんかみんなやたらとブランド物買ってくるなくらいにしか思ってなかったわ。あの、じゃあめぐみさんのことは怒らないんですか？怒るも何も、私もダメなところがたくさんあるから。それに気づかせてもらったんだもの、感謝しないといけないわね。私は少し拍子抜けしてしまいました。要するにめぐみさんは静香さんに嫉妬していて気に入らなかったんですよね。だから陰でこそこそと静香さんを悪者に仕立て上げようとしていたのに、当の静香さんは全然気にしないどころか反省までしているんです。あまりにも毒気のない静香さんの反動にめぐみさんもびっくりしていました。そして、あの、静香さん。あら、めぐみさん。ごめんね、いろいろ迷惑かけちゃったみたいで。なんで？え？なんで静香さんが謝るのよ。静香さんは何も悪いことしてない。悪いことしたのは私なのに。そこよ、そこ。え？本当に悪い人は、そんなこと言わないわよ。なのに私が言わせちゃったんだわ。本当にごめんなさい。何よ。ずるい。ずるいのよ、静香さんは。あんなにいい家に住んでご主人とも仲良しで、それでいてお金に取りつかれない幸せな生活で、せっかくタワマンを買ったのに私と旦那は必死、お金はかかるし周りはマウントばっかりで。じゃあさ、お金に取りつかれないようにすればいいんじゃない？え？それに誰かと比べたりするから辛くなるのよ。比べるんじゃなくて一緒に楽しめばいいんだわ。一緒に楽しむ？そうよ、そうしましょう。よし、こうだったら嫁子さんたちも呼んで、みんなでやるわよ。その後、私たちは静香さんの家に集められました。そこで行われたのは、ハンドメイドやお料理の教室。最初はみんな困惑していましたが、やってるうちにどんどん楽しくなっていきました。めぐみさんも気まずそうだったけど、レジンで作ったアクセサリーを見て目を輝かせていたんです。静香さんに対しても何度も謝罪していました。でも、静香さんは全然気にしていない感じ。おかげで悪い雰囲気になることもなく、楽しい時間になりました。それからというもの、めぐみさんと静香さん、以前よりもずっと仲良くなったんですよ。トラブルがあったことで、お互い自分の気持ちをさらけ出して、それがいい方向に向かったみたいです。最近ではお互い言いたいことをすぐ言い合えるようになりました。他のママさんたちも楽しくやっていますよ。ほっとしました。確かにちゃんと自分の気持ちを表現するって大切ですよね。言いたいことをちゃんと言わないと、変にこじらせてしまっても気づくことができません。私も結婚当初、どうせ施設育ちの嫁なんて嫌なんだろうと、すごく卑屈になって義両親を避けていた時期がありました。でもそんな時に義母から心を開いてお話ししてくれて嬉しかった。本当に嬉しかったです。私も自分の気持ちを表現するのはすごく苦手なのですが、たまには勇気を出さないと。今日はお母さんと一緒に銭湯でも行きたいな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。